ブラウン・シュバイク・ボルフェン・ビュッテル公使フリードリヒ・アウグスト。あとに、エームス・コー・エルパーの戦いは7年戦争中の1761年10月13日、エルパーにおいて、フランス王国とザクセン選定公領の連合軍が、ブラウン・シュバイク・ボルフェン・ビュッテル公、カール一世の伐詞フリードリヒ・アウグスト率いる、軍勢に敗れた戦闘。フランツクサーバー・フォン・ザクセン率いる。 フランスザクセン連合軍は、ブラウンシュバイク・ボルフェンビュッテル高領に進攻し、まず1761年10月8日に、ボルフェンビュッテルを落とし、次に13日に、首都ブラウンシュバイクを包囲した。バスタン公爵率いるフランス軍、ザクセン軍、王立クロアチア騎兵連隊の文献隊は、敵の増援を防ぐべく守備についていた。その夜、 フリードリヒ・アウグストとニコラウス・フォン・ルックナー将軍、率いる増援は、バスタン軍を奇襲して敗走させ、増援の不評を入場させることに成功した。フランツ・クサーバーはそこで砲撃を諦め、包囲を解いた。バスタン自身は重傷を負って捕虜になり、間もなく、傷がもとで死亡した。彼が率いた、バスタン連隊の指揮は、v エ公尺に移った。この小規模な戦闘は、 フランスと、その同盟国が、プロイセン王フリードリヒニセイの同盟軍を、北、ドイツから追い出そうとした一連の試みの一つであり、その前後には1761年7月のフィリングハウゼンの戦いと1762年6月のビルヘルムスタールの戦いがあったが、これらの試みはすべて失敗した。ありがとうございます。